皆さんこんにちは。今日は9月初めの月曜日になります。新しい月の新しい1週間の始まりということで、夜型の生活を朝型に直していこうと思います。起きてから私はまずうがいをします。寝ている間に乾燥した喉を潤します。一息ついたら硬くなった体をほぐしていきます。自宅でできるヨガやストレッチのレッスンを今月から受けています。1ヶ月100円で試せるので即入会しました。体がほぐれていい感じになったところでデスクに向かいます。水分補給も忘れません。デスクに向かってまず最初にやることは、起床時間を手帳に記録することと、今日一日にすべき作業の確認です。デスク周りのライトをつけて作業の準備をします。好みもあるかと思いますが、私は寒色系の色合いが落ち着きます。アプリを使ってタスクにかけた時間をトラッキングしていきます。作業は基本タイマーで時間を測って進めていきます。タイマーの動画は何個か過去にアップしているので、よかったら見てみてください。50分経ったら10分の休憩に入ります。起きてからしばらくは温かいお湯を飲むようにしています。コーヒーは体が自然と起きるのを妨げないように、お昼近くまで飲まないようにしています。お腹が空いてきたので、ここで軽く朝食を食べます。6時間ほど作業したので、休憩がてらまたヨガとストレッチをしていきます。夜は一日のまとめをしながら作業していきます。今日の終わりと明日の始まりを意識することで、モチベーションが維持しやすくなります。
はい、ここでまたヨガタイムです。一日のうちに3回もヨガタイムを設けるというのはちょっと多すぎるんじゃないかなと感じる人もいるかもしれないんですけど、一日中ずっとデスクワークをしていることを考えると、これぐらいストレッチやヨガの時間を作らないと体がカチコチになってしまうような気がします。これで今日一日の作業は終わりになります。iPad を元の位置に戻して電気を消していきます。